ちょっとこれ私今ピンと思い浮かんじゃったことがあるから、それちょっと動画のラストで言います。お、はい。お、引っ張るね。答えは CM の後で。で、まあ、ここからだね、ゴーストチューブね。よっしゃ、ちょっとここから見ていってみましょうか、じゃあ。はい。で、まあ、ゴーストチューブもね、こうやってね、まあ、知らない人にちょっと一応説明すると、ゴーストチューブっていうね、まあ、幽霊の声を聞けますよっていうね、フレガピのアプリがあるんですけども、それをちょっとね、回してみたんですけど、まあ、どこでね、まあ、結構喋ってくれたんですよ。まあ、今、ちょっと一瞬出たけど、投獄されたっていうのとかが出てきたりとか、この辺ってでもちょっとどうなんですか、その、亀爺が喋ってる感じっていうのはあるんですか？ここからは喋ってなくて、亀が先に帰ったのよ、屋根の向こう側に。帰った。そうなんや。そう。ほう。だから投獄されたっていうのが、もしかしたら亀バーが亀爺に先帰るねって言って屋根に登ったのを、なんかいろいろと怖い変換されて投獄されたになったのかなって。なるほどね。もし何か拾ってるんだったらってことをね。拾ってるんだったら。おお、じゃあ、この時にはもうカメバーが後ろ向いて帰って、のしのし帰っていっちゃってた。お、のしのしティーバックだった。のしのし帰ってた。なんでそう、ちょっとセクシーなランジェリーなんだろうね。わかんないよ。そう。なんでそこだけ人間の自我が残ってんだろうとか思って。めちゃくちゃ面白いな。父親みたいな下着着てんだな、この人とか思って。確かに。でも、若おめだばあちゃね。んなんでしょ？もうおばあちゃんなの。その、なんだ、全体的に全部おばあちゃんっぽい感じだよね。全部おば皮あ膚ちのゃん。感じとかもね。全部おばあちゃんなんだけど、ブラジャーワコールで、パンティーしちゃんなみたいな感じの。かっこよすぎん？ かっこよすぎばあさんじゃん。何あ、そそう。れ。まあ、とりあえず、じゃあ、ここからは亀爺だけが残ってる状況ね。そうなの。で、この辺で食べるとか出てきて。食べる？へえ。まあ、そなんか口は動いてんだよね、でも一応。う。うん。ああ、なんか喋ろうとはしてるんですね。そう。チルチル後ろ見ながら、多分もしかしたら亀バーに投げかけてるのかなと思って。ああ。年寄りは正解。正解っていうか、なんか。いや、なんか正これ、ハッピーな感じで捉えたらそうだけど、私はその、この、いわゆるお年寄りって言ってさ、この家も過去にさ、もちろんだけど、お年寄りが亡くなったりとかしてるだろうと思ってさ、もしかしてここに住んでるお年寄りの魂を取ってく、なんかそういう化け物みたいなやつなのかって思って、ちょっと怖くなっちゃったんだけど、そういうわけではなさそうなか。さそう。別にこれ言ってるわけじゃないってことね、あ言っくまで。てるわけじゃないし、もし言ってたとしても、ここってお年寄りいっぱいいますねとか、そういうほのぼのとした会話だと思う。ああ、全然の敵とか、なんか立ちそれみたいな感じの雰囲気じゃないと。ないし、立ち去れって言ったらお前が家賃払えとか思うし。あ、まあ、ちょっとあんま強気に出れないです、私見えないんで。怖いです、ちょっとさすがに。とあれなんだよね、見えづらいんだけど、屋根の向こう側かなが多分若干見えてると思うんだけど、亀バーの、そう、ああ、まあ、暗いけどね、めちゃめちゃ。暗いけど、なんとなく亀バーの目が見こえてる。こそう気配が感じるから、早く戻ってほしかったんじゃないのかな。反対側に反対側に。こっちじゃなくてね、戻るよみたいな。え、じいさん、帰るよみたいな。帰るよみたいな、そういう感じ。を感じる。なるほど。なんか、もしかしたら亀バーの方が若いんだけど、あ、そう、彼女が聞こえますかとか、なんかそこも関連づけちゃうより勝手になんかね。じゃあ、彼女が聞こえますかっていうのは、熊子推理だとどうなるの？ちなみにこれ。俺今バーさんに呼ばれてるから早く帰んなきゃいけないんですよ。そこそこ。やる。この彼女誰なんだろうっていうのは結構物議かもしてたからコメント欄で。まあ、あるのは、七代さんの背後霊のトゥルコさんのことを言ってるんじゃないか説とか、あと他にも女性の幽霊とかいたりするじゃない？だからその、里子とかだったりとか、闇熱海の女性の方だったりとか、かもしれないね説もあれば、七代さんが最近同棲してる恋人さんじゃないですか？とか、いろいろ言われてたんだけど、これ、ばあさんか。まさかのばあさん。まさかのばあさん、ばあさんが呼んどるんどんどやーっんて。やっていうあれなんじゃないかなそうと。いうやつか。あらあら。いや、わかんないけちょっと面白いな。ちょっとこれ、まあ、そのまま見ていくと、ど。あ、ここで出てきてるわ。幽霊って。おお。いや、多分ね、これもね、ばあさん絡みのあれだと思うよ。関係ない、怖いワードに勝手に変換されてるだけで。ばあさんとの会話そうかだ、な。ここで意味が分かんなかったのがペンダントだわ。ペンダント、何それ。これ、なんだろう。これ、亀爺、この時一応、
喋ってる感じある。喋ってる感じだけど、イエスのイエスとノーが分かんない方がペンダントって発するかどうかって考えたらちょっと考えにくいなって。いやでも どうだろうね。まあでも一応質問は答えてくれてるぐらいの意思疎通は一応できてるっぽいじゃない。うん、なんか意味があるのかな。まあ、これ あくまであれよ、このねゴーストチューブをあの正しいとしたらね。あ、正しいとしたらね、全く無関係の方が可能性高い気がするけど、うん、もしあったらあるかなと思ったんだけど、別になんか何かを指し示してるとか、何かをなんか細かいことを言おうとしてるって雰囲気はこの時はないって感じ。うん、そうなんです。なんかでもなんか後ろすごい気にしてたから。あ、ずっと気にしてんのか。うん、なんかあのちょっと待っててとか、なんかそういうのがいろいろと拾って変換されてペンダントみたいな。あー、なるほどね。うん、まあ、もしなんか言って、別におばあさんに対してね、うん、あの壁ばあに対して言ってる可能性あるってことか、後ろ向きながら、あ、すまん、もうちょっと待っててくれってやつね。多分亀爺が知ってるアクセサリーって数珠ぐらいしかないと思う。ちょっとそれは偏見があるわ。ちょっと待ってよ。さっきでもあれじゃないか、ランジェリーつけてるのよばあさんは。そう、だばあさんのランジェリーを見て初めて、でもなんかあのパンティーとブラジャーというものを知るみたいな、なんかさ、遅すぎるよ。まあ確かにふんのし入ってたらそうかもしれないけどさ、ブだね。そう。ちょっとチキバンドって呼んでるかもしれないじゃん、ブラジャーのこと。まあ古い時代のね、古い時代のそれですよ。うん。七バンド。いやもう古すぎるって、さすがに。聞いたことないって。そうね、もしかしたらでもね、なんかそういう感じの。ぐらいしか知らない人かもしれないけど、でもめちゃめちゃ、うん、そうアンバランスでいいっすね、なんか、うん、あ、なんかあれか、この辺なんか言って、あ、ここだ、うん、置いていかないでくださいって言われたんですよ。で、あ、置いていかないよ、全然いるよいるよとかって私は言ったんだけど、うん、多分壁地的にはお前には言ってないって思うよね、多分後ろのばあさんに対して言ってるね。そう置いていかないです、ばあさん待っててって言ったじゃんってやつか。その時になんかまたあのひょこって多分こういう感じでちょっと気配を感じるんですよ、うん、暗いからわかんないんだけど、多分顔かなみたいな。うっすらね、気配を感じるね、うん、いや多分圧かけられたんじゃないかな、ばあちゃんに。うんうん、いつまでやってんのみたいな。おもろすぎる。置いてくよっつって、うん、置いてくよ。めっちゃ面白いな。敬語だからパワーバランス的にじいさんのが下みたいな。はい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 、もしかしたらね、うん、で、あれだ、ここでそこに行かないでくださいって言われたんだ、うんうん、これ何やろうな、これは。いいんだろうね、多分これもあのばあさん関係だと思ってて、はいはい、なんかもう先行っちゃうからねみたいな感じで、多分いつも暮らしてるところがあるのではないでしょうか、屋根の上に。あー、なるほどね。で、置いてかない、先に行かないでくださいとか、なんかそういう一緒に行きましょうよみたいな。確かにこれさ、行く行かないとか、置いてく置いてかないとか、そういう系のトークが出てるっていうことが、もしかしたらこの二人がそういう会話をしてるってことなのかもしれないね。もしかすると。これがものすごく怖く変換されてるのかもしれないし。希望的観測で言うならばそうだ、確かに。そう。はい。面白い。実際会ってみたら、もしかしたらもっとフランクな感じだったかもしれない。確かにね、これあれだね、くまこもさ、うちの家にちょっと事情があってね、まあ、まず、あの、多すぎてあんま行きたくねえって1個あるんだけど、くまこ的に。うん、はい。あと、あの、有識問題があって、あの、県がね、めちゃくちゃ離れてるので、そうなんだよね、あの、もう結構、あの、旅行ぐらいの感じの距離なので、家が。なので、ちょっとどうしてもなかなか来れないっていうのが今現状あるので、今こういうね、ズームとかで撮影とかよくやってるんですけど、うん、そうそうそう。まあ、それはちょっとさておき。ね、ちょっとまあ確かにあったら変わるかもしれないですね、結構、うん、そうで、ここら辺かで、私はノーと言ったってきてるのかね、うん、あ、ここで完全にお尻を向けてます。あ、亀爺が、あ、そうなんや。だからもうノーと言ったって言ったから、ちょっと、あ、怒ってんのかなと思ったんだけど、あ、じゃあ多分帰りたいだけだったと思う。帰りたくしょうがなくて、すまんな、ちょ、行くわ、わし行くわって感じになってると。あの、たぶん、ごめんなさいが変換されてこうなったのかな、もしかしたら。私はノーと言ったってね。うん。ああ、うん、でも、だったらまあよかったな。なんか、そんなに、ね、攻撃的な感じじゃないんだったらよかったわ。ちょっとなんか、ワンチャンこれ嫌われてるとか思ったんだけど。うん、でも、気にしか見えないもん、今。うん、俺さ、普通にノーと言ったってさ、その、おばあちゃまに向けて、いや、うん、俺は断ったよみたいな。うん。とかでも。あ、可能性あるね。進めるんじゃいみたいな感じです。そうそう、こいつが進めるから帰れなくてさ、みたいな言い訳に使われてる可能性あります、ね。可能性はあるな。
まあでもこれ、亀爺が喋ってるワードとは完全に一致はしてなさそうな感じがするから、まあまあ、もしもだね、あくまでね、そうだと、あってたらあっね。たらね、ぐらいの感じだね。いや、これこうやって言ってさ、なんか本当にそう言ってたみたいな感じで、コメントにね、なんか、熊子さんが言ってた通りなんじゃないですかとかっていろいろ言われちゃうから、あくまで、今推理ゲームやってます、今。そうそう、推理 あくまでね。ね、水そ曜から。う。わからないから、まあ。聞こえないからね。あ、なんかもう聞こえてたらもっとあれだったね。ここでなんか急にポジティブワード来たなと思ったんだけど、いや、多分確輝約。くじゃなくて帰るって言ってんだと思うの、これ。あ、そういうことね。いや、なんかもう輝くとか来たからこれはあれじゃないですか。社員、輝く英語にすると社員、社員をローマ字読みすると死ね。そういうことじゃないですかっていう、なんか都市伝説の紐解きみたいなことしてる人いたんだけど、コメント欄に。信じるか信じないかは、私たちそうね。だね。みんなでコナン君で先にやってたけどね、その暗号ね。そうなんだ。そうなんだ。私のことどう思いますかって、社そう員ってかな書いったらて。死ねってローマ字読みして死んじゃった人がいるんですけど。ああ、なるほどね。そうそうそう。いや、でもこれは、まあ、熊子的には輝くじゃなくて、帰るとか、そういうやつだね。ああ。そんな言葉ではなかったよ、とこれ思う。もだって、もうだから、後ろ向いて、もうだいぶ行っちゃってる、多分ね。多分後ろ向いて、一応振り向いて会話を続けようとしているけど、もういいかなみたいな顔してる。ああ、そうなんだ。ここで初めて表情が崩れるっていう。じゃあこれ、ポジティブワードも何もって感じなのね、この辺ね。そうそうそう。熊子的にはなんか帰りたそうにしてる亀爺がかわいそうやな、ぐらいの感じになってるわけ。ちょっと帰らせてあげてよ、みたいな。いや、面白すぎるでしょ。なんか可愛くなってきちゃってる、このじいちゃん。そうだね、ちょっと確かに、そうやって聞くとそうだね。なんか、まあ、もともとそんな怖いとは言ってなかったけど、なんか、やっぱ聞けば聞くほど、でもちょっとフレンドリーというか、フレンドリーというか、まあ人間味がある。なぶっちゃけさ、他の、ちゃんと人間の姿してる幽霊たちと比べてもさ、亀爺かなり人間味あるなって思っちゃうよね、こういうの聞くと。一番人間離れしてるのに見た目とか。そうだよね、本当にバランスが不思議です。だから人って見た目で判断しちゃダメなんだなって思っちゃった。こっから 確かにね、ここからね。学びがあります。幽霊も見た目で怖いからって言って、やばい霊なんじゃないかって思わない方がいいですねってことですね。教訓です。ここで喋んなくなったなーみたいなこと言ってて。もうのそって、ちょっと多分ね、尻だけがこっち向いてて、屋根のさ、こう三角になってるところ、亀爺がこうやって、何、より乗りかかって、多分ばあちゃんとなんかボソボソ喋ってんだと思う。なるほどね。ずっとこうやって首動いてるから。あ、向こう側に向かってね、喋ってるシーンなんだ、この辺が。だから多分もう何も、あんまり何も反応しないんじゃないか 確かに反応はないね。な。輝こう一緒にって、なんか、いい感じで締めくくったつもりだったけど、もう亀爺おらんのね、このほとんど。おらんのよ。疲れるように反対側行ったから、多分もうここら辺からきっとおらんのよ。なるほどね。おらんのか、帰っちゃった。帰っちゃったんだと思う。で、ここらあら。辺反応してるのがあるとしたら、他の子が喋ってるか、あ、でも多分ね、喋ってないから、私がね、一人喋りしてるんですよ。これ。あ、ここでもう一回なんか言われてるわ。これか。私は行く必要があります。で、ここで一回ね、亀爺が一回ひょこって見てはくれてる。じゃあ、その時にこれ、ごめんな、もう行かなきゃいけねえ、ばあさんうるさいから、みたいな感じか。ああ、そうだよね。一声かけてくれたのかもしれあ、っない。てことかもしれない。いや、めちゃくちゃ正直じゃん。親切な人。てかさ、これさ、今までさ、見たゴーストチューブの中で最もさ、なんかすげえ連動してる感ない？動きと。そうだよね。内容が。合ってるかも。もし今までかし結たら、構違ったもんね、だって。この亀爺がどれぐらいの歴か知らないけど、歴が長ければ長いほど連動するのではってちょっと思った。おお、なんかあったら面白いね、確かにそういうのがね。そういうの。もしかしたら偶然かもしれないけど。まあ確かにね。まあでもそこはちょっと希望的観測を持ちつつね。前向きにちょっとね、幽霊たちとの交流を楽しみたいなところなんですけど。でもまあよろしくねっていう感じで切ってるかな。というわけでございましてね、今回その本邸の屋根の上にいる亀爺を見ていこうと思ったんですけど、亀バーもいて、まさかの夫婦でなんかやりとりが微笑ましい、なんか帰る帰らないやりとりみたいなのを やってるのをずっと見てるっていう感じになったんですけど、ちょっと中盤で私が言ったさ、これちょっと最後に言うわって言ってたやつ。になる。二人ってさ、まあ、わかんないよ。確かに別々で幽霊になったりとかしてるかもしれない。夫婦っぽく見えるけど違うのかもしれないけど、ふと思ったの、家にいて、
しかも家に住む人を好意的に見てるというか、まあ一応私はこの家を好いてて6年も住んでるし、すごく大事にしてるんですよ、自分なりには、うんうん、はい、それを家に屋根の上にいながら見てくれてるって、ワンチャンこの家の昔の人なんじゃないかなと思ったのよ。なるほどね。だってさ、他の幽霊たちは外からやってきて最近増えたのかなって思ってて、で、うん、この屋根の上にいっぱいいるって前は言ったじゃん、あの、うん、だいぶ前に一回クマ子が、うん、はい、でその時にはあのクマ子も見に来てくれたけど、別に屋根の上はすっごい凝視したわけじゃない。あの時さらっと見て、わあなんかいっぱいいるわって言ってただけだったから、その時には亀爺亀婆の存在には気づかず、で今回までずっといたけど、実はずっといた人なんじゃないかなとも思ったのよ。確かに、でちょっと他の幽霊と違うじゃん雰囲気が。そうだね、うんうん、これもで、しかもあと亀の雰囲気なわけじゃん、うん、首伸ばしてて四つん這いで亀のような見た目になってるわけじゃん。亀ってさ、鶴と亀ってすごく長いことの象徴なんだよね。ほうほうほう。あ、まあそうですね、亀万年、そうね、そう、うん、あるじゃないさ、あの亀ってすごく長いことを言うんだったら、もしかしたら長くこの家で見守ってるっていうことの表れなのかなってもちょっと思っちゃって、どうも、ちょっといろいろ考察しちゃってたんですよ、さっきずっと聞きながら、うん、はい。ただワンチャンこれちょっと今後どうなるか分かんない、また亀爺をねと一緒に会話しようみたいなのが発生するかも分かんないし、まあ可能だったらね、クマ子に直接本邸に来てもらってみたいなこともね、いつかできたらって思ったりはしてるんですけど、どうなるか分からないから、まあこうね、確信つくのことは言えないんだけど、ちょっとその昔の人のこととかも調べてみれたらいいなっていうのはちょっと思っては実はいるっていう感じ。あ、そうですよね、遡れればなんか分かるかもしれない、なんか分かるかもしれない、この家自体の歴史っていうのが分かるかもしれないから、ちょっとそれをまた踏まえてね、どっかで動画撮ったりとか、まあ、くまこにちょっとあの来てくれって言って来てもらったりして喋るっていうのはありかなってちょっと思ってる。うん、はい、というわけでございましてね、はい、今回の動画面白いと思った方、よかったらまたお願いします。お願いします、そしてね、よかったらね、コメント欄にね感想とかねいただけたらと思いますね、よろしくお願いします。お願いします、そしてね、よかったらこれを機にチャンネル登録もぜひお忘れなく、よろしくお願いします。お願いいたします。それじゃまたね、いってらっしゃい、いってらっしゃい。僕が見るおばあちゃんのティーバック率異常なんだけど最近、うん、何が反映されてそんなティーバックになるんだろうね、みんな。なんか願望かな、なんか派手な下着履きたかったみたいな、あれなのかな。あ、どうせ履くなら可愛いのがいいよみたいな、うん、ちっちゃなええやんみたいな。何やろ、ティーバックってさ履きづらくない、私だけ。まあなんか何なんなのって、紐やんってなっちゃうけどな、食い込んでるような、うん、感じじゃない？あんだって、あんの何のために履くのって思っちゃうよね、確かに。なんかパンツのラインがさ出ないじゃん。そうだからいいんだって。そういうことか。ああ、なるほど、ね。本当履いた時にそのパンツ、はいはい、綺麗に見えるからってことか。そうそれ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 。なんかさ、肛門擦れたことあるから、あれ以来履いてないんだよね。怖。何の話やねんこれ。ティーバック怖いよって話でした。はい、じゃあまた。大臓結に軟膏塗るの。ハハハハハ。